クリスティン・マクビー、クリスティン・マクビー、クリスティン・マクビーは、イングランド出身の女性ミュージシャン、シンガー・ソングライター、キーボーディスト。50年以上のキャリアを持ち、ブリティッシュ・ブルース・ロックの二大バンド、チキン・シャック、フリートウッド・マックで活動したメンバーとしても知られる。ソロ作品もリリースするなど、音楽クリエイターとしての一面も持つ。1968年、友人の紹介で、 ピアノ、バックボーカルとして、チキンシャック、チキンシャックに参加する。2枚のアルバムに参加し、クリスティンがリードボーカルを取った、アイドラザー・ゴー・ブラインドが、全英シングルチャートの14位を記録。その年のメロディーメーカー、最優秀女性ボーカリスト賞を受賞し、また、イギリスでトップ10に入る美脚の持ち主と評された。その後、フリートウッドマックのベーシスト、 ジョン・マクビーと出会った後の1969年、チキンシャックを脱退した。クリスティンは、チキンシャックのツアーを通じて、しばしば一緒になった、当時のフリートウッド・マックの大ファンだった。チキンシャック脱退後、ソロアルバム、クリスティン・パーフェクト、クリスティン・パーフェクトを制作したが、彼女には、ソロがいい仕事だとは思えなかった。フリートウッド・マックのベーシストジョン・マクビーと結婚した。 あとの1970年、彼女はクリスティン・マクビーとしてフリー,イートウッドマックに参加した。すでに彼女はキルンハウスにおいてバックボーカル、キーボード、ジャケットアートでフリー,イートウッドマックに貢献していた。当時バンドは創設メンバーのピーター・グリーンを失ったばかりでメンバーはグリーン抜きでのツアーを少々恐れていた。クリスティンは ピーター・クリーン時代のフリートウッドマンの大ファンであり、彼らの歌のすべての歌詞を知っていたので、すんなりとバンドに溶け込み、ほどなくして、グループに不可欠なメンバーにして、たくさんの素晴らしい楽曲の作者になった。そして、そのポジションを25年近くも維持し続けた。1970年代初期は、バンドにとって困難な時期だった。メンバーが次々に入れ替わり、アルバム、 バレットリーズとミステリーツーミーだけはそこそこ成功したが、フリートウッドマックの偽物が許可なく、全米をツアーするという事件が起きた。ジョン・マクビーの飲酒癖は耐え難いほどになり、クリスティンはミュージックプロデューサーと関係を持ち、彼とソロアルバムを作るため、近いうちにジョンと離婚し、バンドからも脱退するつもりだった。しかし、ミュージックプロデューサーが妻の元に帰ったため、 彼女も元の鞘に収まった。1974年、クリスティンはバンドが活動拠点を米国に移して新たなスタートを切ることに嫌々いやいやながら同意した。その年、バッキンガム・ニックスのスティー・ビー・ニックスと臨時、バッキンガムがバンドに参加した。彼らは音楽に新しい息吹を吹き込んだ。彼らが参加した最初の作品であるファンタスティック・マックからは、 数曲のヒット曲が出た。クリスティンの Over My Head, Over My Head, Say You Love Me, Say You Love Me はどちらもビルボードシングルチャートのトップ20に入った。1976年、クリスティンはバンドのツアーライティングディレクターと付き合いを始め、そのことにインスパイアされて有名クラビングファン、有名クロビングファンを書いた。この曲は、 史上最もよく売れたアルバムの一つである、噂に収録され、全米トップ10ヒットになった。彼女の最大のヒット曲は、シングルチャート3位を記録した、ドントスップ、ドントストップだ。この曲は、ビル・クリントンの大統領選挙キャンペーンソングになり、1993年の大統領就任式で演奏された曲として永遠に記憶されている。噂のツアーの終わりに、 マクビー夫婦は離婚した。1979年の2枚組アルバム、キバ、タスクからは3曲のトップ20ヒットが生み出されたが、結局何一つ、前作、噂の成功を上回ることができなかったため、期待外れの結果であると考えられてきた。タスクツアーは1980年まで続き、それに続いてバンドは冷却期間を置いた。彼らは、 1981年になると自作ミラージュを録音するためにフランスの城に再集結した。1982年にリリースされたこの作品は再び全米アルバムチャートの1位を獲得した。この作品にはクリスティンの作による全米シングルチャート5位を獲得したホールドミーが含まれている。この曲はバンドにとって初のミュージックビデオでもある。この曲は 彼女とビーチボーイズのデニス・ウィルソンのねじれた関係からインスピレーションを得ている。ウィルソンは数年後に事故で溺死し彼女をひどく悲しませた。1984年バンドの主だったメンバーと同様にソロ作品を制作することに決めた。彼女はゴッド、エイホールド・オン・ミー、ラブ、ミル・ショー・アスハウのヒット曲を作り出した。シンセサイザーを多用した曲は 彼女のクリアな声と合わないようにも見えたが、多分、この作品は、世界で最も大胆なアルバムではありませんが、私は、自分の耳に正直に満足させたかったのですと、クリスティンは、自分のソロアルバムについて、ティービルボードブックオブナンバーワン、アダルトコンテンポラリーヒッツの中で語っている。この作品で彼女は、12歳年下のキーボーディストエリ、キーン・テイラーと出会い、 1986年10月に結婚した。エルビス・プレスリーのスタンダードナンバー、Can't Help Falling in Love with You を、ハウ・マンデルフィルムの A-Fine Mess のためにカバーした後、彼女はフリー,イートウッドマックに再合流し、アルバム、Tango in the Night、Tango in the Night を録音した。同アルバムは10年前の噂以来の大きな成功をバンドにもたらした。 この作品からの最大のヒットは、クリスティンが夫のキーン・テイラーと共作したリトルライズでアメリカでもイギリスでもトップ5ヒットになった。1990年、リンジー・バッキンガムを除いたバンドはビハインド・ザ・マスク、ビハインド・ザ・マスクを録音した。しかしセールスは上がらず、シングルも小さな成功に止まった。クリスティンはいつでもツアーに対しては気が重く、 家族や友人に囲まれて家で過ごすことが好きだった。ビハインドザマスクツアーの年、クリスティンの父、シリル・パーフェクトが死に、彼女はツアーに参加しないことを決心をした。スティービー・ニックスが脱退しても、クリスティンはミック・フリートウッドと彼女の元夫と行動を共にし、バンドの1995年のアルバム、タイム、タイムのために5曲を録音した。この作品は、 ファンに馴染みの薄い顔ぶれによる作品であったことと宣伝不足に苦しみ商業的に失敗した。バンドは解散したように見えた。リンジー・バッキンガムのソロプロジェクトのためにミック・フリートウッド、ジョン・マクビー、スティービー・ニックス、リンジー・バッキンガムが再び一堂に会するまでは、彼らは最後にもう一回一緒にレコーディングとツアーをするようにクリスティンを説得した。 1997年のライブアルバムザ・ダンスザ・ダンスはチャートのナンバー1を獲得した。クリスティンはバンドのツアーに従い、1998年のグループのザ・ロック・ロル・ホール・オブ・フェーム・イリア・グラミー賞、英国のブリッド・アワーズ等でのパフォーマンスを行った。あと、フリート・ウッド・マックから完全に引退した。ザ・ダンスの後の数年間、クリスティン・マクビーは ほぼ完全に公の場から姿を消した。わずかに2000年にイギリスのグリニッジ大学から音楽の名誉博士号を受けるために姿を表したらいである。数年後の2003年12月、彼女はフリートウッドマックの声優ウィルツアーのロンドン公演最終日を見に行ったが、昔のバンドメンバーと一緒にステージに上がることはなかった。2004年半ば、 彼女の長年に及ぶキャリアの中で2作目にあたるソロアルバムインザメ・アンチメをリリースした。クリスティンはイギリスのケントの改装されたナヤで彼女の老いであるダンフェクトと共にこの作品を制作した。ダンパーフェクトはギターを演奏しバックボーカルを歌い曲を提供した。この作品に伴うツアーは行わずイギリスとアメリカの一部のプレスによるインタビューを受けた。 2006年、クリスティンは、ロンドンのサボイホテルで、彼女の功績に対して、ザブリティッシュアカデミー・オブ・コンザース・ワンド・ソングライターズの金バッジを与えられた。2014年、16年ぶりに、フリートウッドマックへ復帰。2017年、バンドの同僚、リンジーバ・バッキンガムとのデュオアルバムを発表。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。